ゴルディコバはフランスの競争馬である。マイル路線で活躍し、2008年から2010年のブリーダーズカップマイル3連覇などヨーロッパの G1 競争最多勝利となる14勝を挙げている。2007年9月にデビューしデビュー戦で勝利。続く一般レースでも勝利し2002勝で2歳シーズンを終える。2008年3歳になったゴルディコバは、 一般レースで復帰し、首差の二着と赤敗するも、フランスクラシック戦線の有力品馬の一角として、見なされるようになる。しかし、プールレッセでプーリッシュ、ディアヌ賞は、ザルカバに乾杯してしまう。しかし、ザルカバは、ベルメイユ賞も勝利して、フランス品馬3冠を達成し、さらに外旋門賞も制覇した名品で、相手が悪かったとの見方が後にされるようになる。 その後ザルカバと別のマイル路線に進むことにした、陣営は、G3 のクロエ賞から出直し勝利。するとロートシルト賞、ムーランド・ロンシャン賞を共に、ダルジナを破って勝利。その後アメリカに遠征し、ブリーダーズカップマイルも勝利した。2009年、4歳初戦で距離が伸びたイスパーン賞では、見せ場がなく7着に敗れたが、マイルに戻った、ファルマス・ステークスでは一番人気に応え、 G1 競争4勝目を挙げた。ロートシルト賞ではこの年のプールでシセデプーリッシューマ、イルーシブーエーブに1馬身1、2差をつけ、勝利、同競争を連覇した。続いて出走した、ジャックル・マロワ賞では後続に、同競争史上最長となる6馬身差をつけ1、33.5のレースレコードで勝利した。そして、10月のフォレ賞では、 圧倒的一番人気に支持されたが、ハイペースとなったため失速し、副兵、バルナーラに交わされ三着に敗れた。その後アメリカに遠征し、目標であった、ブリーダーズカップマイルに勝利。ミエスク、ルア以来の連覇を果たした。この年、カルティエ賞では、最優秀小馬に、エクリプス賞では、最優秀芝品馬に選ばれた。2010年、5歳となり初戦は、 前年同様イスパーン賞から、指導、レースでは、バイワードに半馬審査付け、解消、前年の雪辱を果たすとともに、G1 競争8勝目を挙げた。続くクイーンアンステイクスは早めに先頭に立ち、外から追い込むパコボーイを、首差しのいで9つ目の G1 を制した。そして、 8月のロートシルト賞を3番手追走から、無知を入れることなく楽に抜け出して3連覇するとともに、G1 競争10勝目を挙げた。しかし、2頭のラビットを用意し、断然人気で連覇を目指した、ジャックル・マロワ賞では、好位から抜け出すも、後続を突き放せず、マクフィに刺されて2着に敗れた。昨年同様に、ブリーダーズカップマイルのステップレースとして出走した、フォレ賞では、 コースタートから抑えきれない勢いで逃げる形になる。直線でリーガルパレードのロングスパートに合うが落ち着いて、追走して残り1ハロンで再び先頭に立ち、パコボーイ、リクターピンの追撃を抑えて勝利。ミエスクを抜いてヨーロッパにおける最多勝利の新記録となる G1 競争11勝目を挙げた。3連覇のかかったブリーダーズカップマイルでは、 スタート直後行きたがる素振りを見せるも、コーナーリングを利用して中段に落ち着かせて追走。直線に入ってスパートをかけ、残り1ハロンで先頭に立ち、そのままジオポンティ以下を抑えて優勝。ブリーダーズカップワールドサラブレッドチャンピオンシップの前、試行競争を通じても、初となる同一競争3連覇を達成した。翌週、陣営は、 ブリーダーズカップマイル4位連覇を目標に現役を続行させることを表明する。この年の活躍が認められ、カルティエ賞年度代表馬及び最優秀小馬に、エクリプス賞最優秀芝品馬に選出される。2011年、初戦のイスパーン賞では、シリュス・デゼグルに首差ながらも勝利し、連覇を果たした。しかし続くクイーン・アン・ステークスでは、 AI のマイル G1 を4連勝中だった、キャンフォード・クリフスのマークを振り切れず一番審査で敗れる。ロートシルト賞では2番手追走から、早めに抜け出し、サップレザの追い込みを抑えて、同競争の4連覇を達成した。ジャックル・マロワ賞では、後方追走から、バグン内側に進路を取るが、外から追い込んできたイモータルバースに抜かれて2着。連覇のかかった、フォレ賞では、 ドリーム・ア・ヘッドの頭差の2着に敗れた。その後アメリカに遠征し、史上初の4連覇がかかった、ブリーダーズカップマイルに出走したが3着に敗れ、快挙はならなかった。そのレースを最後に引退し、クールモア・スタッドで、繁殖品売入りする。ジャックル・マロワ賞勝利後、管理するヘッド調教師は、ゴルディコバの方が、ミエスクより、上と評価した。また、 ワールドサラブレッドランキングはこのレースの走りに対し、ザルカバの外線門章のレーティング128ポンドを上回る現在の評価方法が採用されて、以降最高の130ポンドの評価を与えた。ありがとうございます。